今週は、俳優の僕の親友でもある野村周平くんをゲストに迎えします。ふぅ、いつ出るのかなあいつ。はい、オープニングナンバーが終わったら今日は、周平くんが登場しますので、ぜひ楽しみにしてください。さあ、でオープニングナンバーは、あ、ちょっと待ってください。はいはい、あ、ディレクターさんからなんか届いてるみたいで、ちょっとそれを聞きましょうか。え、なんだろう、聞きましょう。 Hi, this is Ariana Grande and you're listening to FM Yokohama Ikei Radio. Shinku no yoru no Tuesday. Crossjin no Shinku, kanbatte. Mwah. チューしてる。じゃあ俺も、あ、Ariana Grande。はい、じゃあ、これからもずっと続いて僕も、これテンション上がる、はい、新曲ですね。ぜひ聴いてください。アリアナ・グランデ、デンジャラス・ウーマン。本当にデンジャラスだわ。はい、クロス人のシンガーをお送りしている FM 横浜 AK ラディオ、チンクの夜の中世。ここでゲストです。野村周平くん。こんばんは。どうもー。どうもー。何それ。どうもー。名前ぐらいは言えよ。野村でーす。クロスジーンの野村周平です。よろしくお願いします。クロスジーンの野村周平です。そうだね。ねえねえ、番組始まる前にさ、俺自慢したいことあるんだけど。何、ちょっと聞いてみて。それかけてみてください。アリアナグランデからコメントが来たんだよ。なんで、なんでって言っても、ずるいんだけど。羨ましいでしょ。いや、ムカつく。何がムカつくんだよ。すごい嫌だ。声可愛かったし。調子乗んなよ。そう、起きそうだね。調子乗らないから。ね、こんな仲いいんですよ、皆さん。そうだね。仲いいってことだね、これ。そうですね。今回、韓国で来た時も超遊んだし。ね。ね、なんだっけ。チンチルバン、うん、チンジバン、チンムチムバン、なんだっけ、チンチルそれだよ、それだから合ってるって。合ってる合ってる、それチンチルバン行ったもんね。ああ、行って一緒にタクヤと3人でお風呂入ったりね。ああ、そうだ、タクヤってやつがいましたね。あ、いたね。今いる、またクロスジンに。あ、まだいる。あ、まだいる。まだ元気、まだ元気。よかった。じゃあまず周平とシンくんの初めての出会いのことを話してみましょうか。はあ、覚えてる。覚えてるよ。事務所の上の人がいきなり、ちょっと明日しんくんっていう人を日本でアテンドしてあげてくださいとかいきなり言われてさ。そうだね。しかもさ、なんか俺クォーターじゃん。そうだね。中国との全然関係ないじゃん。外国人だから行けるでしょみたいなのさ。本当わけわかんなかったよ。その時どう思ってた、実はしんくんのこと。ああ、いや、もうシンくんどうこうよりも、ほんこ無責任だなと思ってたよ、事務所の人を。超ストレート。いきなり知らない人とさ、まあその時は僕もまだ全然若かったから、あ、はいって言ってたけど、今考えたらすごい無謀だったよね。そうだね。でも俺日本語全く喋れなかったし、周平も韓国語喋れなかった。なんか二人とも超変な英語で喋ってた。そう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 、ね、なんかね、ラーメンイートみたいな感じだったよね。そう、ラーメングーとか、うん、で一覧行って初めて日本ラーメン食わしてくれたのが周平だね。そうね。本当にいろいろ感謝してほしいよね。いや、感謝してるよ、それは。それは何回も番組で言ってるしさ。本当？うん。言ってる。いいな。やった。ありがとうございます。それが記憶に残ってて、韓国にいつか来たら超優しくしてあげようと思って、今回韓国に来たじゃん。うん。そしたら自分からなんか早く恩返ししろよとか言われて。いやいや、あんなもんじゃないでしょ。もうちょっと韓国でアテンドできたよ、絶対に、シンくん。だって自分から見つけに行ったもん、俺、韓国で。別に。シンくんに紹介されたとこ一個もなかったよ。そうだね、俺紹介されたもんね。そうだ、俺一人でさ、うん、日本でさ、卓球とかもしに行ってさ、ボーリングとかもさ。今でもそんなことしなくない？しない。一緒に買い物してスピーカーまで買ってあげたんだから、俺。そうそう。いや、でもあの時本当にすごかった、俺。なんか、よく言ってるけど、クロス人の活動でも、うん、俺に初めて日本の、いい認識をさせてくれたのは周平だと思ってるから。うん、いや、嬉しいわ。マジで。多分超冷たくて、なんか今みたいな態度でやってくれてたら、多分、
ちょっと日本違くねったかもしれないけど、あの時はまだ若かったし、めっちゃ優しかったから。今も優しいし、俺。優しいでしょ。いや、優しくないって言ってないけど、ちょっと変だね。なんで、うん、そんなことないよ。いろいろやっぱ大人の世界を見てきちゃったら、こうなってきちゃうんで。純粋に。もう大人になったってことか。そうだよ、大人になっちゃった。そうだね。嫌だよ。もう、助けて。クロスジンのこと知ってる？知ってる知ってる。でもその時さ、うん、初めて会った時まだクロスジンやるとかも全然決まってなかったよね。一人しかいなかったしさ。ほんで拓也がまだ一緒にいた頃だったから、拓也、うん、も急になんかあ、俺アイドルやるんだよねみたいな、韓国行ってきますみたいなこと急に言っててさ、二、うん、人なんだと思ったら他にあと3人ぐらいいますみたいな言ってて、うん、俺だけなんかすごい仲間外れされた感あったよ。クロス人入れなかった、中国人部門でいいじゃんみたいな。まあ俺あの時言ってたけどね、ちょこっとあの周平とあのすごく楽しかったから、ちょっとおすすめしたい人がいて、周平クロス人のメンバーに入れたいんですけどっては一応言ったんだけどね。俺誰だったっけ、キャスパーか。キャスパーだね。キャスパーに取られてさ。いや別に取られたって言わなくていいんじゃない。本当にもう何なんですか。もう7人になるかもしれなかったってことだね。ね、今6人。今6人。ね、多いね。周平まで行って7人になったかもしれないね。いやー、でもお互い頑張ってますね。そうだね。シンくん日本語めっちゃ上手くなったよね。そうだね。なんで？なんでって勉強してるもん。勉強したんだ。したよしたよ。もちろん。どうやって勉強したの？本で。本で？うん、本とかドラマとか見て。ね、中国語喋れるでしょ。喋れる。何で勉強したの。うわ、もう強制的だよ。もう学校行ったらもう中国語だからさ、授業も全部中国語だったし、あら、もう反強制的に聞かされるから反強制的に覚えたよね、うん、ああ、でも一緒じゃん、結局は勉強したってことじゃん。はい、勉強しなきゃいけないってことだよ。そうね、ごめんなさい。なんか何それ。ね、その中で韓国にいて、あの、覚えた韓国語ってある？けんちゃなよ。けんちゃなよ。けんちゃなよ。意味知ってる？大丈夫。中国語のけんちゃなよって何？メイクアンシーか。メイクアンシー。うん。あ、メイクアンシーね。で、今日ね、ちょっと周平がゲストに出演するってことで、うん、ちょっとツイッターにあげたら、いろんな質問が来たんです。失礼が来た。失礼な質問が来たんだけど、ちょっと読んでみていい？どうぞ。これ知ってる？韓国のあの、うん、ルダーギルン清美って知ってる？え、宇多田ヒカル？ちげえよ。1+1？ 1+1 は清美っていうのがあるんだけど。清美？うん。かわいい、自分が可愛い子っていうことなんだけど。あ、清美みたいな。うん。超可愛く言って。1+1は清美。はい。はいですって。じゃあ次。ああ、僕は見れないな。周平君は、シン君を家族にするなら、誰にしたいですか？家族にするなら？うん。シン君？うん。シン君家族にいたら超めんどくさそうだもんな。なんでだよ。わがままだし。お前に言われたくないよ。本当にお前に言われたくないよ。シン君家族にするなら、弟がいいな、しんくんが。ああ、なんでなんで。言うこと聞かせられるじゃん。ああ、うん。兄貴だったらすごい鬱陶しそうじゃん。ああ、うん。そっか、じゃあ弟でいいか。そう、俺の弟。結構いい感じだね。じゃあ俺は周平家族にするんだったら、うん、うちの、あれにしよう。妹の代わりにしよう。あ、妹いるの？あの、犬だけどね。あ、なんやねん。こういう。ペットにしよう。いいよ、ペットいいですよ。ちゃんとご飯食わしてくれるなら。おう、じゃあいいよ。それだったらもうペットになれよ。じゃあ次の質問に行こう。で、また来てくれるんだよね。多分ね、次は、わかんないな、なんか。わかんないなって言わないけど。一緒になんかやりたいじゃん。あの、違う仕事でもね。そう、やっぱドラマとかさ、映画とかさ。そうだね。多分そういうことしたいよね。それは上の人に言ってみようか。そうだね、アミューズの上の人に言ってみよう。そうだね。そしたらいけるし、まあ、拓也は大丈夫。拓也はいい。うん、拓也いらない。拓也はちょっとあの調子乗ってるから。
ビーストのショックもいいんだけど、うん、ちょっと時を超えてあのクロスジンの曲も聴いて。いや今はもうクロスジンだよ、かっこいい。これ誰？俺目の前にいる人。かっこいいわ、もう、あーかっこいいな。いいやん、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 いいやん。応援してね、それ宣伝たくさんしといてね。いやするよ、寺田く以外はすげえいい子だよってみんなそれ拓也がなんか悪くなる番組だな今日はいやもう今日本当に楽しかったです。本当しんくんめっちゃ楽しかった。本当は心の中でなんか早く終われよみたいな思ってないの？いや思ってない、時間全然超えてるし今本当ああ、嬉しいよ。あっという間だよ本当に。シクロス人のしんと野村修平でした。ありがとう、ありがとう。バイバイ、バイバイ。